器に水を入れます。こうすることで計らずともジャストな分量が分かる非常に賢いやり方と言えます。お湯を沸かしながら同時に卵も茹でる。こうすることであたかも二人の廃棄をつけた。どんなにシンプルなものでも一手間を加えることで複雑に思えてくるものです。具材を変えましょう。これは何ですか。はい、ネギですね。白髪ネギを作っているようです。そしてこちら青い部分もしっかり使います。凶器の包丁はこういった使い方もできるようです。そうこうしているうちにお湯が沸きましたよ。今回のタイムリミットは3分。インスタントラーメンができる時間です。油を巻いた半人はニンニクをすりおろす。こうすることでインスタントらしさが消えて、あたかも店の廃棄をつけた。香りが部屋中に充満しています。その間に麺をほぐして、あたかも2人で作業しているかのように見せかける。しっかりと油にガーリックの香りを移したらネギを投入。そしてこれは何ですか。舞茸のようですね。おそらく近くにあったものでしょう。そしてここで合流するわけですね。はい、こうして転がした上で冷水につけると卵の殻は剥きやすくなる。これを元いた場所に戻すことで完全犯罪となる。はい、ただ一つだけミスを犯しました。思わず二度すすってしまうほど美味しいのです。ガーリックオイルで炒めたネギと麺のコラボレーション。西園寺君のように非常に優秀です。海苔と合わせた技もこれはたまりません。こうなってはもう止まりませんね。歯にはやけどしないように入念に準備をした上で、はい、すする。そうです、暑いですからね。ここでやけどをしてしまっては元も子もありません。入念に準備をして、はい、すする。いいですね。しっかりと浸した海苔も楽しみます。愉快犯ともいえるこの犯行ですね。そして今回のキーワードはこの卵です。あたかも別の人間が用意したかのように思わせるこの卵を絡ませることで、非常に濃厚な味わいに。そしてすする。結果は大きく変わってくるのです。皆さんもぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。以上、現場からお届けいたしました。ごちそうさま。